皆さんこんにちは、佐々木裕太です。なかなか YouTube の投稿が最近、できずに、遅くなってしまい、大変申し訳ありません。いろいろ最近忙しくて、生活リズムが変わったりとか、とりあえず自分のことで、精一杯になってた部分があるんですけれども、こうやって、今見てもらうと分かるんですけれども、少し広々とした空間を YouTube に使えるようになったので、ここで、いろんな人に、インタビューしてみたり、自分が思うことだったり、皆さんにとって、プラスになるような情報を、YouTube を通して、伝えていけるように、頑張っていくので、これからもよろしくお願いいたします。で、今日のトピックなんですけれども、皆さんアイルランドに来る理由の一つとしては、英語を勉強するっていうことが挙げられると思うんですけれども、よく質問にあるのが、アイルランドの英語の訛りってどうなのっていうことなんですけれども、実際にそのアイリッシュ英語を聞いてみないとどれぐらいだけ訛ってるのか、訛りの感じ方も人それぞれだと思うんで、そのアイリッシュ英語を聞けるいい動画があるので、そちらについて、紹介してみたいと思います。ちなみに、この動画はネットフリックスにあるものなので、ネットフリックスをお持ちの方でないと、見ることができないんですけれども、YouTube でもちょこっと探してみたら、あらすじとか、ざっくりしたものは見れると思うので、そちらでも大丈夫なので、ぜひ一度見てみてください。で、作品のタイトルなんですけれども、デイリーガールというものになるんですけれども、デイリーっていうのはノーデンアイルランド、北アイルランドの町になってるんですけれども、イギリスの人たちはそこをロンドンデイリーっていうんですけれども、なかなか今現在もその北アイルランドとアイルランドの関係っていうのはグレーになってまして、そこは難しいんですけれども、舞台はそこのデイリーっていう街なんですけれども、メインキャラクターは高校生の女の子たちで、なかなか面白いファニーなストーリーになってるんで、ちなみに映画ではなくてこれシリーズになってるんで、シリーズなんですけれども、その一作品一作品全部一からその最後まで見なくても、途中途中で見てもその内容を理解しやすいようになってるんで、一つずつがそこまで密接にな関係になってないといいますか、そこまでつながってないので、その最初から最後まで見なくても、途中の最初のエピソードだけ途中のエピソードだけ見ても十分楽しめると思うので、とりあえずコミカルなシリーズになっています。で、ここからもちろんそのアイリッシュの英語っていうのに触れることもできるんですけれども、一緒に見てもらいたいのがこのデイリーガールなんですけれども、コメディなんですけども、そのいろんな宗教のことだったり、人種のことだったり、その昔の、そのアイルランドとそのイギリスとの対立の部分だったり、そういったところが面白おかしく描かれている作品になってますので、そこら辺も注目してみてください。そこら辺もアイリッシュらしいのかなっていった部分と、あとはそのもう昔のアイルランドの本当に何もないと言いますか、最初のあらすじでも出てるんですけれども、本当に小さな町で、本当もうそこの町に住んでる人を全員が全員のこと知ってるみたいな、それも本当にアイリッシュ、昔ながらのアイリッシュらしいのかな。本当もう全員が全員のこと知ってて、プライベートがないよみたいな、そこの町に住んでる人となんか結婚して、そこで子供ができて、またそこに住んでみたいな感じな部分も一つアイリッシュらしいのかなっていうふうに思います。そういったこのデイリーガールってところから、たくさんのアイルランドの状況というか、その実際に起きている部分のことも
感じられると思うので、そこら辺の部分もよく見てみてください。他にもアイルランドの面白い、ムービーとかたくさんあるので、紹介もしていければなというふうに思います。それでは引き続き、こちらの YouTube チャンネルの方よろしくお願いいたします。それではまた。